フィーバーツリー。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 何これ今日はかよ。今日はかよ。フィーバーツリー。フィーバーツリーじゃなくてフィーバーチューズでいいってことね。ちょっと何言ってるか分かんないんだけど、それだってそれ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 そういうこと、そういうこと、ああそう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 、それね、知ってる、そのゲームね、そうそのゲームなんだよ。フィーバーツリーっていうのはあの木曜日木でしょ、あの木曜日にあの花金の前夜祭としてフィーバーする習慣をフィーバーツリーっていうんですよ。明日は花金だみたいな、でそう花金イブみたいな花金イブをね、なるほどね、フィーバーツリー、そうなんです、はいはい、そうなんですよ、なるほどね、これどうぞフィーバーツリーについて。全然その関係なくて、これ本当はジントニックとかで使うトニックウォーターの会社です、うん、フィーバーツリー、フィーバーツリー、フィーバーツリー、だいぶフィーバーしてるんだね、だいぶフィーバーしてる。そもそもトニックウォーターっていうのがあのキナの木っていう、そういう木を使ってるからツリーなんですよ。だからフィーバーツリーなんですよね。フィーバーはどこ、いやもうお酒飲んでるのが楽しくなるじゃないですか。するためのそれが由来かは知らないけど、アカニさんはお酒が好きだからそう思われてるかもしれないですけど、うん、そうです、これはハードコア系の箱階とか3階とかある箱で各種盛り上がるっていう風な、各種盛り上がる、あ各階で盛り上がる、段階フィーバーが釣りしてるってことね、釣りしてる、あそう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 、あそうあパリピ孔明とかではよくある、そう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 パリピ孔明も確かにやってた、パリピ孔明やってた、フィーバーまさに違うんですよこれ実は。皆さんね、惜しくはなかったわ。全然惜しいけど。これ実はですね、ウィッグなんですよ。カツラ。カツラ。めちゃくちゃイカれた、あのモヒカンだとか、あの遊戯みたいな、あのギザギザしたカツラを作ってるところのメーカーの名前、フィーバーツリーです。最近コスプレしたから。最近コスプレしたから出てきたから。確かにね。あ最近コスプレしたから出てくるんですよね。これフィーバーツリーって言うけど、みんな違いますからね。みんなも違いますからね。はいはいはい、このフィーバーツリーって、子供用の食器のメーカーで、天然の木を使っているのを売りにしている離乳食の小皿のプレートとかを作っているメーカーなんですよ。あなんでフィーバーっていう、そんなフィーバーフィーバーしてるなんかね、なんか FEEPER って書くんだけど、フィーパーフィーパーフィーパーあれこれフィーバーじゃないんですか、フィーパー、あ、本当だ。え、本当だ。フィーバー、これフィーバーじゃない。フィーバーじゃない。え、でも、あ、まあでもまあ、いや、だから、だから、フィーバー、だから、フィーバー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 。だから意味はよくわかんない。英語苦手だった。ブランド名の理由なんて知らないの。確かに、確かに。まあ俺も確かに、そう言った。これの聞いたところは、おしが曲出しまして、僕のおし、まあよ。10人ぐらいいるんですけど、はい、その中の個人 PV っていうのがあって、たまたまその自分の個人 PV につけたタイトルの名前がこれだったんで、僕はこの意味は分かんないですけど、推しが使ってた単語として書かせていただきました。なるほど。フィーバーツリー。フィーバーツリー。フィーバーツリー。パ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 ーバーツリー。おかしい頭。わかる。フィーパーですよ。全然出た。出ました。出ません、出ません。よし、ではですね、みんな天高く。本当のことを言ってるやつを指差して何言ってたっけ、何言ってたっけ、ちょっちゃかーまででは本当のこと言ってる人なんて言ってたっけ、トニックのトニックかウォーターの会社か、の会社かお酒の会社、これ俺ピーファーだと思ったんだよなピーファーだと思ったんだどっちかなと思ったフィーバーって言われてさ、フィーバ